山川穂高、来年33歳。言うほど取る価値あるか。まあ金は余っとるんやろ。実績を考えたら安いまである。遅咲き大卒はあかんな。ドン足で守備なんなのもきついよな。当たなかったらマジで使い物にならない。安いな。やっぱソフバンも買い叩いたんか。言うても大打者やろ。法的にも無罪やし安い買い物や。不祥事がなければ争奪戦になって高騰してたよ。チュニドラですらな方に逃げるありさま。本当なら4年30億ぐらいだったのが4年12億になったってことは、ガシマンダイが18億だったってこと。ガシンマンダ戦をどうしても組みたいんだ。邪悪帝国ファンはこういう候補長打マンは35くらいまで一定の成績残すイメージや。カッスは35スタートでも4年間大活躍したな。プロのボールしばらく見てないけど大丈夫なんか。普通に劣化しててもおかしくない年齢やし。それ込みの契約よ。本来は近藤クラスの契約が来てもおかしくなかった。ソフトバンクのファンって山川の応援するの？ホークスファンとかいう実質山川ファン。チームカラーに合ってるよな。まあ4億弱ならええやろ。あれなかったら1年あたり5億6億払う予定やったんやし。ご視聴ありがとうございました。